はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで TT さんですね。はい、 NPB の Chrome を一つです。 NPB もかなり集めてらっしゃるんですか。結構定期的に PB のご依頼がある、うん、まあ店長はね、今までこう NPB の製品扱ってなかったから。はい、じゃあ全部ね、カード取り出してからカードチェックです。BBM さんはカードを作ってる方が担当の方がよく、昔は返信来てたんですけどね。扱いますかって言われて、あ、じゃあ行きます、ね、行きましたよ。あの、まだ水道橋にオフィスがあった時ですね。会社があった時ね、 BBM さん。さあ、とある選手のサインボールが売ってる。うちはちゃんとミルクリークから買ってで販売してたんですけど、よいしょ、ダメだそこーって思いましたよ、はあ、もう10年前なんでね、言えますけどね、それっていうところでした。全く関係ないじゃんっていう話ですね。はい、じゃあ行きます。ルーキー、あ、パープル、はい、ルーキーとベースと、まあいつも通りにね、仕分けしておきます。まずは今崎さん、はい、阪神、はい、村上さん、こうですかね、こうですかねって言っても結構ひっくり返ってるんで ね、 これね、リフ、はい、ヤクルトですね。寺島さん、青、日ハム、太田さん、はい、青、箱一、木下さん、中日で、佐藤選手のルーキー1枚で、グリーンも来て RC が見える、はい、ロッテの投手ですね。よいしょ、ん、川村さん、うーん、ロッテ、はい、覚えとこで、牧さんもね、ルーキー出ました。坂本さん、リフ、はい、中島さん、うん、金だ、はい、金リフ、阪神、おお、糸井さんねえ、いや、メジャー行きたかったよな。こうなんかね、縛りがあってこう行けないっていうのもなんかかわいそうですね。はい、ということで糸井さんの金利吹きました。50シリです。もういいよ、そこ入れちゃいましたシリアル4枚ですね。はい、サンズ、はい、リフ、ヤクルトのピッチャールーキーとルーキー、青柳さん、ちょっと阪神寄りだな、阪神寄りになってきましたね。はい、リフ、はい、中日のピッチャーです。グリーン2枚目珍しいね。うん。どこだ？阪神。阪神ででも、あ、うん。
打者ですね。うん、佐藤さんかなと思ったんですけど。はい。高寺さん。はい。グリーンが2枚は、うん、珍しいですけど、ありますよ、全然。前に金が2枚箱で出たっていうお客様もいたので、発売当初。佐藤さん2枚目来ましたね。いいですね。ルイキのリフ。阪神。はい。デジャブ。さっきのグリーンの方です。ね。ちょっと阪神ボックスですね、これね。阪神ファンがガタガタしますね。リフ。はい。広島のルーキーです。はい。木下さん。伊藤さんも来ました。ルーキーね。ルーキー。リフ。はい。西武のルーキーです。結構ルーキーもリフ出ますね。よいしょ。はい。ベイスターズのリフ。うん。199? 楽天。はい。でも、まあ、ね。涌井さんだ。ルーキールーキー、最後は、お、鈴木誠也締めでした。はい、ということで、佐藤さんルーキー2枚も出てるし、牧さんも出てるし、よいしょ、シリアルは7?3?4?5?6 だ。ああ、なんか結構いっぱい出たようなイメージですけどね。ルーキーのリフが結構出てますね。で、ちょっとインサートも光物もちょっと阪神寄りでしたね。まあそうでもないか。グリーングリーンだ。で、150も出てるもんな。パープルが1枚だね。オッズの逆転現象ってやつですね。まあランダムですからね。確率論で言ったら299が一番多いですけど、ランダムですから。はい。で、金が糸井さんですね。いいっすね。阪神はやっぱ金だね。うん、あ、黄色ですけどね。はい、ということで、1,2,3,4,5、うん、シリアル6、佐藤さん2、牧さん1、はい、ですね。で、発送は、明日か明後日ですね。明日ちょっと微妙なところ。まあ、出てくるけど発送作業するかどうかというところで参加をします。は、火曜日まで、火曜日、まあ、いわゆる水曜日までには送ります。ノーハンドですね。3回目ですよね、今のね。大丈夫ですよね。うん。はい。もし、もう1回押してもノーハンドでした。はい。じゃあ、こちらで発送いたします。火曜日までには、まあ、水曜日までには、はい、と思います。はい。ありがとうございました。あ、追加ございましたら、月曜日中にご注文いただければ対応できます。ありがとうございます。